ということで、皆さんおはこんばんちは、お芋です。今回の主役は、言うまでもありませんね。そう、不思議の地になぜか一両だけ保存されている、元祖食パン電車、こと、419系。2012年に搬入されてから、9年間ずっと雨風に、さらされて、ボロボロの状態で、保存されています。まず正面、サビが上から流れて垂れています。JR 西特有のお椀大本も片方は錆びて、悲惨な状態に。次は、側面を見ていきましょう。パッと見でも、だいぶボロボロなのが目立ちます。しかも、ドアが開きっぱなしでは、車内の状態も相当良くないと推定されます。車両の後ろ側もボロボロになっています。おや?塗装が剥がれて、謎の紺色が露出しています。この紺色は、どこか見覚えのある、寝台列車の懐かしい色合いに、見えませんか?そう、あの紺色は、種車である、583系の、青15号ではないでしょうか?保存されて10年になろうとしている419系。しかし、ここまでボロボロになれば、いつまでもこのままというわけにはいかないでしょう。解体されないかビクビクしながら、今日も419系は、不思議の地で、静かに余生を送っている、富山、高岡に来た際は、ぜひ訪問してみるのもいかがでしょうか。